強盗が行くぞ、強盗が行くぞ、強盗が行くぞ。すいや。はい、さあやってまいりましたよ。はい。今日はですね、奈良の橿原市。はい。近鉄線でね、布施駅から一直線の増ヶ駅ですね。増ヶ駅さん。はい。増ヶ駅さん。何やそれ。増ヶ駅まで来ていただいたらもうそこ。すぐにね、こうまっすぐ行って、ちょっと右折したら行きます。はい。今日のお楽しみのお店です。お店ですね。はい。うまうま。エソラさん。エソラさんです。ここはね、インスタで見てすごいインスタ映えするね、お食事ランチがあったんで楽しみやな。行ってみましょうか。朝、はい、中に入ってきました。ここ2階、1階もあって2階もある。1階はカウンターだけで2階がテーブル席やね。綺麗なおしゃれなところですね。雰囲気がいいですね。今日は一番ね、インスタ映えすると言われるような階段盛りっていうね、こう階段状になったそこをしてね、こんなランチがね、おしゃれなランチがあるんですね。インスタグラマーさんがここに来てたんよ。でインスタグラマーさんがここおすすめみたいな、すごい本当にインスタ映えしてたからね。本当はなんか裏もう一個あるよね。そうそうそう、本当はね、このねローストビーフ丼っていうのがあんねんけど、コロナの影響で今回ね、ちょっと作られてないということで、今回は階段ランチしました。はい。インスタ映えするということで、ママのインスタにあげるよ。ああ、ママのインスタもね、ぜひぜひ見てください。うまうま。ちょっとまあやばないこれ。やばいよ。ほんまにね、結婚式みたい。結婚式やな。すっげえわ。すごいな。豪華すぎよ。ランチでこれやるね。びっくりやわ。じゃあ見て。クオリティ高すぎる。やめてくださいな。誰がね。これよね。すごく見てるこのお作り。新鮮なマグロちゃん。どうでしょう。全然違う。超うまい。美味しいの。生き生きしてるマグロちゃん。お昼からのお得になって贅沢だよね。じゃあママはちょっとこうなおしゃれに入れてくれてるこの。これも綺麗な色。はい。ねえ、じゃあママはサラダこうなしてグラスに入れるなんてめっちゃおしゃれ。うん。じゃあ私もご飯いただきます。このドレッシングも美味しい。さっぱりな。さっぱり。電車植えちゃう。美味しそう。いやーいいね。ねー美味しそう。夏にいいね。本当やね。この時期やねやっぱり。この時期やな。ごま風味でね、美味しいわ。ごま好きやもんね。ろんなさ、うん、この一つのランチでいろんな味を味わえるっていうのめっちゃ贅沢だねうんバラエティー飛んどるねこれはほんまにインスタグラマーさん必見やなこれほんまやね、うん、ここへ来て絶対もう写真をパシャリパシャリやな言ってくださいほんとうんそれはもう間違いない間違いないようん味も間違いないうんほんとねこの穴子豊かねこれも美味しいな見しちゃってくださいよああうまいねこれはごまと大葉がほら混ざって美味しそうやしそかなその上に乗ってるのは大葉ですはい梅あこれは梅やね梅やねうん梅肉梅肉やね豪華なランチやったんですけど、もうデザートまで見て、もうこの見て通りの上品。可愛いね。もう上品。やばすっごいことなってるねこっちから見たらなんじゃこりゃーって感じ結婚式みたいやったもんねほんまに久しぶりやな結婚式ほんまやもう一回あげたいなほんまやなもう一回あげるもう一回あげるかどれ好きよかもう一回聞けるかじゃあはるばる今日も花田まで東大阪からやってきましたが、はい、縁もったけなということで結婚式だったそしたら、はい、今日も大満足はいぜひ来て皆さん来てくださいごっちゃんですバイバイ次回予告キングエモンさんといえば、はい、もう名店中の名店なんで黄金やなその後最後味わってたら甘みがわーっと出てくるキングエモン本店ありがとうございます。